皆さんこんにちは、ジョコンです。ということで今回も eFootball 2023情報を紹介していきます。さあ今回のアップデートで通常スタンダードのレベマ状態のデザインが変更されたのかっていうのを結構聞かれるでございますが、変な日本語聞かれても私判断しかねるんですよね。というのも私通常選手を全く使わない廃課金者じゃないですか。なかなか通常選手のレベマを目に見かけることがあんまないもんで、誰が変わったのかって言われても正直わかんないんですよね。なので、まあ、一覧をね、今回表示しておくので、まあ、変わった選手とか変わってない選手とか確認していただければいいんじゃないでしょうか。おそらくこのサイトの、まあ、表示されている選手は今こんな感じなんだと思います。チェックしていきましょうか。はい、1ページ目ですね。こんな感じ、こんな感じでカンセロみたいなね、画像が表示されていない選手は後で自力でね、なんとかします。はい、あとロナウドも後で見ましょう。はい、2ページ目になりました。こんな感じですね。まあ、しっかりバイエルン勢とかは反映がされているよと。ゾマーとかグラーチは後で見ましょうかね。さあ3ページ目、まだまだいますよと。サビッチはトラップしてます。はい、はい、4ページ目ですね。こんな感じです。基本は星5の選手がね、背景が変わると言われております。なので後で、まあ、ここ表示されていない選手星5中心にね、チェックするんで星4は見ません。はい、こんな感じですね。さあまだいますでしょうか。6ページ目、いやこのページなんかすごいいないな。はいはいはい、もういないか。はい、7ページ目ですね。いや派閥さっきいたよな。なぜ派閥2人いたんだ。さあ8ページ目、もういないでしょう。この辺になるとね、あ、ファティがいたんだ。あ、ビルツね。そして、9ページ目、あ、ガビは自分家庭用で持ってるんですけど変わってなかったですね。さあもう10ページ目なんでいないですかね。さあ残りの選手は自力で確認していきたいと思います。私このためにもう一つのアカウント潰しました。もうこのアカウント通常のレベマ画像確認だけのためのアカウントっていうのをね、1個作りました。私のスマホ版イーフトはアカウント1個失いました。まあ全部で9つあるんですけど、先ほど見ていただいた通り画像がなんか出てきてなかった選手こんな感じで、カンセロ、ゾマーとかグラーチとかしっかり反映されてるっぽいですね。ブヌやベリンガム、フェリックス、ウェイ、キールとか、その辺は反映されてるんですけど、他の選手なんかプレミアが多いですね。メンディ、パーティー、ギマラインス、そして残り後半もガクポ、サリバとかパートナークラブの選手なんかも推し子なんですけど変わってない選手多いですね。あ、ビルツ出してませんが、ビルツは家庭用で持ってるんでそっちで表示しておきましょう。はい、これで一段確認が、まあ、大体整うんじゃないでしょうかね。ぜひチェックしておいてください。ということで気に入った選手はぜひ再獲得などしてみてください。手持ちも反映されてるのかな。こちらのチャンネル、 eFootball 情報を随時紹介してます。チャンネル登録してない方ぜひチャンネル登録お願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。